presentation is for the male category. プレゼンターは百貨店業界売上トップを誇る三越伊勢丹社長の大西様です。大きな拍手でお迎えください。Please warmly welcome the presenter, Mr. Onishi, President of Mitsukoshi Isetan, the number one sales department store in Japan.ジュエリーベストドレッサー賞男性部門の受賞者は、極戦ラストシンデレラなど多数の人気ドラマに出演され、一気にトップスターへの階段を駆け上がりました。その端正なマスクとセクシーな雰囲気で多くのファンを魅了しているこの方に、大人のメンズジュエリーがよく似合うと文句なしの受賞です。A top star in Japan's acting world, this leading actor has handsome good looksWhich makes him a perfect male image leader for jewelry. 発表いたします。俳優の三浦春馬さんです。盛大な拍手でお迎えください。The actor Haruma Miura.表彰状第28回日本ジュエリーベストドレッサー賞男性部門三浦春馬殿以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーが贈られます。三浦さんには次の副賞が贈られます。グッド様より I will。 グッド I will。 ご好紹介様よりプラチナブラックダイヤモンドメンズリング。ご好紹介プラチナブラックダイヤモンドメンズリング。ジュエリー飯沼様より18金ダイヤピンブローチ。Jewelry Inuma 18 karat gold diamond brooch. 世界貿易様より18金ホワイトゴールドブラックダイヤネックレス。世界貿易18 karat white gold black diamond necklace. 赤活様より表柄カフスボタンピンタックセット俳優の最愛。赤活レベルジュエリーパティナカフリンクのピンセット。この他にも多数のジュエリーが贈られます。それでは三浦さんにはマルゼン様よりご協賛いただきました18金ホワイトゴールドブラックダイヤモンドリングをつけていただきます。マルゼン18カラットホワイトゴールドブラックダイヤモンドリング。それでは皆様にご披露ください。エスコートいたしますのはリードジャパンのスタッフでございます。それでは三浦さん、今の受賞のお喜びのお気持ちをお願いいたします。三浦春馬です。こんばんは。こんばんは。こうして、この場所でたくさんの作品を今いただき、こんなことって本当に滅多にないと思います。本当にこの瞬間、この一日でこんなにたくさんの高価なものをこうしていただき、こうしてたくさんのフラッシュをこう浴びてこの壇上に立つってことっていうのは本当にめったにありません。本当に興奮してます。ありがとうございます。緊張してます。でもいつまでもね、まじで浮き足立ってもいられないのでちゃんと挨拶したいと思います。この度はこんなに光栄な賞をいただきまして本当にありがとうございます。こうしてこの壇上で、皆様の前で
お話しできることっていうのは、きっとこうして選出いただいたことっていうのは、今までの自分の功績だったりとか、特に去年のそのドラマだったりとか舞台だったりとかのその働きを気にかけていただいた皆様がいたから、そして、この主催者の若手たちが僕を選んでくださったことが、本当に今この実感として、湧いてきているところです。で、やっぱりそんな今までの自分をこう支えてくださっていた皆様だったりとか、あとは近くで、応援してくれたみんなに本当にありがとうの気持ちをこうして改めて考えさせて、くださる、その場所を用意してくださったこと、本当に感謝します。そういう場なんじゃないかなっていうふうにも僕思っていて、改めて今までの働きを応援してくれたみんなに、きちんとありがとうという気持ちをまた改めて感じさせてくれる場所を用意してくださって本当にありがとうございます。これからも自分に、しっかりと自信を持って、前を向いて自分の仕事を全うできるような男になりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。おめでとうございました。 Congratulations。 ありがとうございます。続きまして、ジュエリーベストドレッサー賞特別賞女性部門の受賞者を発表したいと思います。 The next presentation is for the special award female division。 プレゼンターは国際宝飾展だけでなく、このジュエリーベストドレッサー賞をゼロから作り出したリードエキシビションの石積社長です。大きな拍手でお迎えください。 Please warmly welcome the presenter Mr. Tad Ishizumi, President of Reed Exhibitions Japan and the founding father of the Japan Best Jewelry Wearer Awards。 ジュエリーベストドレッサー賞特別賞女性部門の受賞者は、昨年のリオオリンピックでは見事に銅メダルを獲得されました。その後ご結婚され、日本のみならずアジア中から歓喜の声が上がりました。いつも明るく一点の曇りもないこの方は、幸福感と透明感の象徴であるジュエリーにぴったりだと熱烈な支持を得ての受賞です。 A Rio Olympic table tennis bronze medalist, she has a huge following in Japan. With her lovely personality and appearance, she exudes the pureness of a flawless jewel. 発表いたします。リオオリンピック卓球銅メダリストの福原愛さんです。盛大な拍手でお迎えください。リオオリンピックブロンズメダリスト愛福原。表彰状が授与されます。表彰状第28回日本ジュエリーベストドレッサー賞特別賞女性部門福原愛殿、おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーが贈られます。福原さんには次の副賞が贈られます。桑山様より D プラス。桑山 D プラス。貞松様より Wish Upon a Star ダイヤモンドネックレス。貞松 Wish Upon a Star ダイヤモンドネックレス。ジュエリー三浦様より18金ピンクゴールドダイヤモンドネックレス。Jewelry Miura 18 carat pink gold diamond necklace。 Lucky 紹介様より18金ピンクゴールドダイヤモンドネックレス。 Lucky Company 18 carat pink gold diamond necklace。
ロイヤルトレーディング様より18金春秋ペンダント。ロイヤルトレーディング18カラットゴールドパールペンダント。この他にも多数のジュエリーが贈られます。それでは福原さんには東京紀宝様よりご協賛いただきました18金ホワイトゴールド桜ダイヤモンドネックレスをつけていただきたいと思います。東京紀宝18カラットホワイトゴールド桜ダイヤモンドネックレス。それでは石井社長エスコートの方をお願いいたします。どうぞ皆様にご披露ください。それではいよいよ最後の受賞者です。日本ジュエリーベストドレッサー賞特別賞男性部門の受賞者を発表いたします。